するのはスーパー銭湯アイドル純烈とそのメンバーの妻リリコ。ダチョウ劇場開演です。愛が怖いとリリコ、一人涙に濡れて守ってあげたい可愛い天使。僕のリリコは私のあなた、二人の未来育てよう。僕のリリコ、私のあなた、二人の未来育てよう。僕のリリコ、私のあなた、二人の未来育てよう。私のリリコは私のあなた、二人の未来育てよう。やめろやめろ、いつまでやってんだ、やめろ。スタンガンかバカ野郎、イメージ悪いわ。俺たちの3つだろこれ。お前らさっきから聞いてるとな、俺フーフーとシュワシュワしか言ってないんだけど、何やってんだお前ら。いやいや、コーラスでしょ。いや、お前もコーラスだろ。いや、今日リリーコがいるからメインボーカルだ。いい年のリリーコ、シュワシュワもうシュワシュワいいわっつな、意外にしろよ。大体あなた誰誰って、お前バカ野郎、純烈のリーダー酒井です。もう後ろでシュワシュワ言ってたよあんた。何言ってんだこのメスゴリラ、この野郎。ちょっとメガネ振っちゃってるか。やるなよゴリラ。キスしないわ私。ダーリーいるもん。ダーリーいる。リーダー、すいません。何、新婚だからってリリコとチュッチュチュッチュする男がいたんですよ。なーに、やっちまったな。男は黙って、シュワシュワ。男は黙って、シュワシュワ。男は黙って、シュワシュワ。もういいわ。よいしょ。いや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 、呼んだ旦那さん、いやちゃんとやってください。なんで俺シュワシュワじゃないわよ。そうですよ、シュワシュワ。そうなの、シュワシュワ、なんなんだよ。あ、そうなの。そうね、ちゃんとやってくださいよ。せっかくやってるんで、似てるんじゃないか。いや、完全に似てるもんね。なんか男っぽくてね、特に横顔似てるわ。似てるよね、似てるよね。いや、一生懸命やってたのにね。ああ、そうそう、来た来た来た。シュワシュワでも、シュワシュワでも別に雰囲気良かったからいいんじゃないですか。あれトーンが違う。だよあれ、いやいや違うでしょ、だって。いや、ちゃんとやれよ、やるんだったらちゃんとやれよ。いや気持ちも分かるけど、ちゃんとやってんだよ、これはこれで。いや、やってない、やってない、絶対やってない。リーダーもやってない。リーダー止めろお前。いや、我々も入りたいけど、なんかあんのかなと思って。いや、もう俺はもう、リュウちゃん行け行け思ってましたけどね。まさかね。いや、行きたかったけど、やっぱりね。寸前でね。いやいや、本当ですか。いや、本当に行きたかった。やる気あるんです。止めなかったらやれたよ。かっこいい。いや、そんなやったよ。やりたいよな。止まってるように見えましたよ。なんかもうビビってるみたいな感じになってましたよ。いや、ビビってないよ。いや逆に気づくわ。ビビってたじゃん。全然ビビってないよ。ちゃんとだからやれよ。なんでもだから。こっちのセリフだろ。そうだろ。いや、リーダーからやってんだよ、お前。結婚したから。だってさ、やるんだったらちゃんとやりなさい。うるせんだよ、お前。やめろ、やめろ。めっちゃ震えてるもん、先輩が。先輩めっちゃ震えてます。こっちかみたいに震えてます、先輩。怖かった。どうしていいか分かんなかった。結婚してるし心配だもんね。さあ、そしてミキでございます。
どうどうモノマネ初めてされたんですか。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、うん、やっぱあんな風に聞こえてるんですか僕。あんないやほんま一緒僕も一発目声出した時に、うん、あれこれどっちが出してんやろと思って自分でな汗から聞いてどうなのここのとこあってね、はいはい、声高鳴るとこ、うん、あれねあのめっちゃ受けてる時にお兄ちゃんがよう出す声とそっくりなんですよ。なるほど、はい、受けてる時受けてるんだけどそこを掴んでくれはったわ。なんか嬉しかったですね。いやここへんとこですよね。ここへんとこの、うん、あのあ太ってるからこれここまで上がんない。この時受けてる時に小声でずっと言うてるんですよいつもお兄ちゃんが。じゃあ受けてへん時はあるわけや。受けてへん時はずっと黙ってこれやってる。淡々とこうやってる。さあそれでは皆さん判定お願いします。白の山本貴弘さんかそれとも赤のダチョウ倶楽部さんか。それではスイッチを何だよーし